東京会館オフィスロビーベースメントアーケード丸の内二十八ビルは東京都千代田区丸の内三丁目に所在する超高層複合ビル。低層部に東京商工会議所、東京会館及び二十八スクエアが入る。皇居の正面に位置し、日比谷通りに面した1962年春光の富士ビルジング100有4年以上に渡り丸の内で活動する。 東京商工会議所ビル大正時代より社交の殿堂と称された東京会館ビルの三棟の一体建て替えプロジェクトとして計画され建設地は都から都市再生特別地区に指定要請率の上限が千三百パーセントから千五百パーセントに緩和され二千十五年に着工二千十八年十月に竣工し十一月二十一日に 竣工式が執り行われた。低層部は事業者である三菱地所、東京商工会議所、東京会館による区分所有となっており、それぞれのビルが持つ施設がロケーションを最大限に活かせるように平面が重なり合う立体的な構成となっており、敷地を一体化することで1フロアの面積が大きくなり、公共外援側への眺望可能な空間の幅が 広がるという利点を生かした計画となっている。外観は、皇居前の日比谷通りの景観にふさわしい百尺の、軒線と隣接外区と、ゲート性を構築しながら、丸の内拠点へつながるすり鉢状のスカイラインの、形成を実現。木段部は重厚で堀の深い石造りの品格ある、ファサードとしながら、高層部は高性能、ロー、イ、e、ガラスを採用し、 プレキャストコンクリートと水平フィンを組み合わせたシンプルな構成とした。建物内には帰宅困難者一時受け入れスペースを計画したほか、充実した非常用発電機設備を設けるとともに、水害に備え重要電気室を地上階に設置するなど、b c p 機能の充実も図られている。馬場崎通りに面するオフィスエントランスは、格式の高い導入空間となるように、 高天井や大番の大理石を使用したデザインとし、丸の内中通り、地下商業エリア、東京商工会議所エリアともつながっている。タワー部のオフィス基準会は、専用部面積約900坪を4分割に利用可能であるほか、最新設備が備えられた。また、8階オフィス専用部には、公共外苑に面した緑化されたテラスが設けられ、様々な利用が可能となっている。 中層階は小規模区画に分割し、レセプション、会議室、ラウンジ等を設置。コンシェルジュにより多様なサービスが提供される、付加価値の高い特別なオフィスである、ザプルミエフロアも廃された。低層フロアのオフィスには都心型マイスの誘致促進を目的に、ダモ、東京丸の内が拠点を構えている。地下1階から地上を2階に展開する、商業エリア。 このエリアは従来道路に面した飲食店が少なかったことから建て替えを機に消費者が丸の内を回遊するきっかけになるような店舗が入り飲食や医療など日本発進出の業態を含め25店が出店した地上エリアは華やかさとくつろぎをイメージさせるようなラグジュアリーデザインとし2階にはテラス席を備える飲食店舗が配置され1階店舗には オーニングが設置され丸の内中通りのにぎわいに彩りを添えている。近いリアはベンチやアートを設置して高いにぎわいを創出するデザインとしている。1階5から6階に位置し、東証グランドホールのほか8室の会議室も設けられた。3代目として建て替えられ、宴会場や結婚式場、レストランを備える。ありがとうございます。